い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージュです。今回は信長の野望小生録パープキットの続きをやっていきたいと思います。前回までにですね、観音寺城を攻略済ませていますので、今回はいよいよ二条城を攻めていきたいと思っています。で、二条城を攻めて、筒井の大和、さらには、大阪、この辺りを順次攻めていきたいなと思いますので、早速軍を発していきましょう。で、観音寺には兵士が1万5000詰めてますので、そうすると戦闘力の高い武将から出していきましょうか。おっと、現在は、ちょっと今ユニットが出せる配置になっていないので、少しターンをじゃあ送っていっちゃいましょう。すでに、観音寺付近には、兵が、うようよしてますからね。この松井安行隊は、どっから出てきた部隊かな？もしかしたら、援軍かもしれないな。どこの援軍かはちょっと確認しましょう。この後すぐに。おお、二条城に単独で攻めていったか。無謀だな。まあ二条城クラスと言わずとも、この兵力差で攻めるのはちょっと無謀ですよね。比較的攻めやすい城にはなってると思うんですよ。二の丸、三の丸、本丸とそれぞれ、3、3、4と部隊を配置できるので、すごく攻めやすいとは思うんですけど、数がちょっと足りなすぎますね。まあ、裏臭いが攻めてるので、まあちょっとこのまま攻めさせましょうか。裏臭いは、信長の弟で合ってるかな。なので、まあ、信長のね、一門衆ではありますから、このまま、生還しましょう。で、この、小生録に関して言うと、残念ながら、城の修復が一瞬で行われるんですよね。今、城門一個破壊したと思うんですけど、この城門を破壊したのが次の戦いでは、引き継がれないんですよね。この城門が復活している状態で始まるので、ただ城全体の耐久っていうのは落ちているっていうのはあるので、まあやらないよりはマシかなっていうところで、まあ波状攻撃する価値はあるとは思うんですけどね。このあたりは少し惜しい仕様かな。城門もね、攻撃して開門させたらそのままにしといてもらえると、すごく次の戦いがしやすくなっていいんですけどね。さあ、裏臭いの部隊はこのまま行くと壊滅するな。で、ヨシテルが出てきたか。ヨシテルは強敵だからな。川尻隊ごときでは何もできないまま壊滅するだろうな。川尻秀隆の本陣が壊滅しましたね。朝倉は相変わらず一向宗との戦闘に明け暮れてるけどね。で、前田玄意は捕らえられたのか。じゃあ登用しましょう。で、丹羽長秀との対戦か。よし、ヨシテルを混乱させたけど、代わりに長秀の本陣が特攻をかけて壊滅か。なかなか二条城は硬いですね。やはり観音寺から兵を出す必要があるな。
で、側面を突かれるので、まあ、捨て石部隊をいくつか用意して、その捨て石で側面を、まあ、崩されたとしても、本体が無事であればいいっていう戦い方をある程度この、小勢力では取っていかないと、うまーくちょっとね、戦えないかなっていう感じはしますね。前の長安はよく戦ってくれてるね。まあもう各地で合戦がずっと繰り広げられてるけど、そしたらですね、敵軍の茎吉高隊が出てるんだな。じゃあ味方からは兵を出していきましょう。ちょっとね、一旦もったいなかったかなというところもあるんですが、最大兵力引いていきます。で、兵糧に関しては2000、まあ、3分の2ですね、マックス値の3分の2程度を、引いて出陣させていきましょう。まあ、観音寺に関して言うと、その直近ですぐに、敵の攻撃にさらされてどうのこうのみたいなことはないので、全軍を持って出陣していきます。で、勝家も出して、さらには、数正も出せるかな、出していきましょう。で、さらに五詰めとして利家も出しておきましょうね。で、決戦兵力用として秀吉、まあ、こんだけ軍勢出せばなんとか片付くでしょう、さすがに。で、あとは使者を立てて、まあ、そうだな、800程度渡せばいいかな。これを携えて。援軍をちょっと要請しに行きましょう。これで、じゃあターンを送っていきます。二条城もそういう意味ではだいぶ小さくはなりましたよね。ただこれも兵力的には厳しいな。前の長安よく戦ってくれてるけど、城門をまた一から突破しなきゃいけないっていうのはね、かなり痛手ですよね。兵力的には織田家1200、足利1060、まあほぼ拮抗してるかなっていうところなので、これにもう1部隊もう2部隊入ってくれば二条城ね、落とせるかなっていうところにはなってきますけどね。今ヨシテルが出払ってるので、まあ確かに攻撃するチャンスではあるんですよね。格好のチャンス。で、ここも火を放ったのでいい感じなんだけど、ここでね、放たれる矢がね、結構痛いんですよね。さあ、開門できたね。これはちょっとわからなくはなってきたね。もう一ターン持てば前の長安がこの少数の兵で落とすのか、まさか。いやー、長安優秀だわー。五将抑えましたねー。さあ、山と郡山の小作りですね。軍資金424、受け取ろう。ただ
次攻めるのはその山と郡山ですけどね。信金の働きぶり、侍大将に昇進する価値ありということですね。信金はじゃあ昇進させましょう。一門衆ですからね。いやー、二条城はもっと手こずるかなと思ったんですけど、前の長安がめちゃくちゃいい働きしたな。ではまずは兵を戻しましょう。信長はじめ、いや待て、まず観音寺にいくら金があるかというと7873か、ちょっと数は多くはないね。そしたら、どうしようかな。数正あたりを二条城に入れましょう。で、残りは観音寺に引っ込めます。さてさて、これでだ。まず二条城に関しては委任しちゃいましょう。で、攻撃目標は筒井順慶の守る大和郡山城ですね。で、そうするとですね、今度余力が出てくる岐阜城とかに関しては委任先は積極攻撃のままなんですけど、目標をですね、そうだな、どこに設定するかちょっと検討してみましょうか。今織田には浅井が治めていて、武部山城も浅井が治めているんですが、一条谷には朝倉が取ってますよね。となると一条谷を取りに行きましょうか。まあ、浅井が今になって朝倉と共に寝返ってくるっていうね、史実通りの動きをすることはまあまずないと思うので、ここは一条谷を攻めましょう。名古屋からも一条谷攻めですね。兵を出していきます。で、二条城の部隊と、観音寺の部隊は引き続き大和郡山攻めですね。こちらの方の攻めを行っていきましょう。で、そうするとあとはこの伊勢ですね、大川地上に関しても目標はどうだろうか。まあ普通に考えたら近い大和郡山ですよね。こんな感じでいいですか。じゃあこれでいきましょう。今城が、5つと増えてきたので、まあ勢力的にはね、だいぶいい感じになってきてるんじゃないでしょうか。これが全国図ですね。今織田が5個で、この後ね、大和郡山を攻めて、浅井がまあちょっと勢力を伸長してるのは警戒しつつも、一条谷を取れば、まあいざとなれば浅井をね、見限って中することもできますし、この後大阪取れば金もジャカジャカ入ってくるでしょう。全く問題ないですね。ではここで観音寺に関しては金をねちょっと輸送しておきたいかなと思うんですが、お金が今いくらくるかというと7873か、大川地上が4297。そしたらお金をちょっと、溝口秀勝に持ってこさせましょう。おー、信金は金をたんまり溜め込んでるね。じゃあ信金自ら金を1万円以上持ってきてもらいましょう。海津城はずっと戦ってるね。おっと、大和郡山から小作りがまた来てるな。迷惑、お断りですね。今、筒井と同盟結ぶ意味はない。なので、お断りしましょう。
海津城がついに落ちたな。で、織田2の明智からですね、まあ、おそらく援軍かなとは思うんですが、城攻めの際の兵ですね。まあいいでしょう。どこを攻めるかちょっとわからないですけどね。で、二条城に関しては武将がちょっと数さすがに少ないので、滝川一益に入れてますが、移動させましょう。森吉成を二条城へ、うん、あと氏家牧前も入れる、でこれも二条城に入れましょうか。今二条城結構人手不足ですからね。さあこれでじゃあターンを送っていきましょう。まあこのままいけば、大和郡山城も織田の軍門に下るのは間違いないですからね。じゃあ堀秀政、これはもちろん、雇っていきます。有能武将ですからね。池田恒興はやっと正気に戻ったか。だいぶ長いことふにゃふにゃしてたけどね。ちょっと不甲斐ないにも程があるよな。で、三好にも調略の手を伸ばし始めましたね。お、北畠が出てきたな。まあ、軍資金戦もらい受けましょう。佐久間盛政、これも雇っていきましょう。戦闘力83は有能ですからね。で、忍術修行ですが、誰を生かせるかだな。忍術修行といえば、今忍術持ってるの誰もいないんで、まあ、秀吉あたり行ってもらいましょう。で、あとは開墾系のユニットね、しばらくやってなかったんで、出してはやっておきますか。あとは信兼に関して言うと、戻しましょう、名古屋城にね。で、今金が22000あるので、まあだいぶ信長の居城観音寺はでかくなってきましたね。規模もリソース資源も。おっと、これは誰が攻めてるんだ。カズマスか。敵の兵力も3000あるので、まあちょっと1回では攻め落とすのは難しいかなって感じですね。まあ2回3回と波状攻撃をかけて、ここも落としてもらいましょう。まあ、ここはそれとね、少し二条城とかに比べると城の規模が小さいので、今
車一つ中入りましたけど、一部隊しか中に入れないと、ここがね、もうめった打ちに合うっていう状況にはなりますからね。せめて二の丸三の丸と中に入っていければ、多少ね、状況は変わってくるかなと思っている矢先に中に入ったか。いやー、カズマスの部隊も優秀だね。ただ、こっからなんですよね。矢倉からのこの弓攻撃がね、かなり強力なんですよ。ただ、縄文自体はかなり柔らいですね。まあでもさすがにちょっとここは落とせないかな。もう2撃3撃と、ヤマトコリアも落とすには必要になりそうな気配がありますが、まあただ本丸の一歩手前まで迫りましたからね。これはね、やっぱり波状攻撃を仕掛けていくっていうのが一番効果がありますからね。で、戦闘中のその筒井純慶から金を持ってきたか。で、迷惑か。迷惑はないよ。傘下に入るっていうんだったらね、ちょっと検討してもいいかなと思うんですけどね。で、こういう交渉をしている最中にきっちり攻撃を仕掛けてきますからね。さあ、石隊と小作り隊ですが、どうだろう。戦闘力の差はあるけど兵数の差は互角となれば、まあちょっとこちらの方が有利に戦えそうな気もしますけど。士気もこちらの関森の部隊の方が若干高いかな。ただ混乱しちゃってるとやっぱり攻撃できない分長引きますね、戦いがね。さあ、水軍修行だけど誰に行かせるかだな。まあここは数と4にでも行かせますか。いや、今川と北条の戦いもちょっとえぐい感じになってきてるね。まあ、溝口の金はもう必要ないので一旦引き下がらせましょう。で、あとはだ、カズマサがまだやってるけど、もう少し城はでかくできるよね。あとは、一条谷にどうやって兵を出すかだな。磯の隊が出てるけど、この磯の隊が先に一条谷を取るなんてことになるとちょっとシャレにならないよね。少数で攻めるのは誰だ。石隊か。まあ、石隊もね、よくやってはくれるけど、ちょっと数がさすがに合わないよね。ついてまだ3000の兵を抱えてる中での攻城戦となると、まあさすがにちょっと不利かな。まあ、二の丸までは侵入しましたね。三の丸がちょっと入れるかっていうとちょっと難しいかな。こっからの弓攻撃が結構えぐいんですよね、毎度のことなんですが。意外とこういう小城の方が攻めにくいですね。その各丸、車の中に攻め込ませることができる部隊数が少ないと、一気に敵の矢倉からの攻撃にさらされてしまいますからね。そうなるとね、壊滅する速度が速いですね、部隊の。お、安土近辺で地震だな。
そしたらですね、今、磯の隊も一乗谷に攻めかかっているけど、もう、こちらからも兵を出してみますか。ちょっとね、このまま遊ばせとくにはもったいない。六角はこのまま置いて、蜂須賀はというと、詳細はあと1ヶ月かかるね。利家はというと、ちょっと詳細確認しましょう。利家終わってるね。まあ、もう一ターンできるっちゃできるけど、一旦城に入れましょう。で、勝家も中に入れて、次のターンで大動員を発していきましょうか。浅井と朝倉がね、まさかこんな形で。戦うことになるとはね。で、順慶が出てきたね。しかも、裏草は背後を突かれたか。これ、裏草の部隊壊滅するな。何もできずに壊滅するんじゃないか？さらに左近か。左近も戦闘力高いし、士気も93と半端ないね。まあ嶋左近はもともと筒井家の家臣だったと言われてますからね。まあ筒井家に今いるのは不思議ではないですけど、まあそういう意味でやっぱりこの嶋左近は欲しいね、配下の武将としてはどうしても。さあ、では、軍を発していきましょう。まあ、まずは信長はちょっと今回は温存して、勝家以下出陣させていきましょうか。買っていく金があれば少数でも強力になるはなるんですけどね、ちょっと今今鉄砲まで手が回らないという状況なので、信長以外の部隊に足軽を率いらせて出陣をさせていっているという状況です。岐阜城には今人が誰もいないの？となると、ちょっと岐阜城に人を入れますか。大川内には一豊しかいなくて、名古屋城には定勝しかいないと。岐阜城に誰もいないね、今。そうなると墨禅を岐阜に入れましょうか。何？一益が三好家に登用されるなんてある？しっかりしてくれよな。しかし
かも左近か、相手が。左近の本陣は遠いね。まさか一正が三好家に登用されるとはな。奮戦してくれたけど、やっぱり左近相手には厳しいね。まあ筒井純慶からの明約の申し入れはね、断っていくしかないんで断ってはいきますけど、怖いのがやっぱり島左近だな。あそこで結構な兵力もうすでに溶かされてますからね。しかも一正が三好に登用されるというね、珍事まで起きてるわけですから。どんどん金持ってくるけどね。大和郡山にはそんなに金が余ってんの？さあちょっと長くなってきてはいるんですが、もう少しだけ先に進めさせてくださいね。さあ信長が大動員をかけている大和郡山攻めですけど、なかなかいい感じで先には進まないですね。また迷惑の依頼か、くどいね。金は受け取りましょうということにはもちろんなりますけどね。さあちょっと様子見だな。というのも今浅井家が朝倉を攻めてるので、これちょっと様子見せざるを得ないな。普通にねやってると浅井の城攻めを援軍する形になって、うまみが何もないので、大和郡山が思ったより攻めきれてない感じはあるな。まあ、どっちかっていうと信長の軍勢、まあ観音寺の本体に関しては
どうだろう、一章谷じゃなくて大和を攻めた方が良かったかもしれないですね。まあ今更ですけどね。山形城が落ちたね。これ今川が滅びるのもちょっと時間の問題かなっていう感じがいよいよしてきたな。よし、一条谷が落ちなかったというのは大きいな。で、迷惑は拒否。毎回毎回使者送ってくるけどね。さあ、一条谷落ちないでくれよ。これで一条谷が浅井のものになると、浅井のね勢力も決して侮れない大きさになっちゃうんで、貢ぎ物だけ受け取って決して盟約を結ばないっていうね、信長らしからぬ狡猾なやり方ではありますけど、まあ、ちょっとこのまま様子を見続けましょう。浅井長政、誰を出陣させるかですか。甲状腺に参加するかというと、拒否だな。落としたか、やるな。朝倉やるな。いや、浅井やるな。これはちょっと想定外だな。しょうがない。これはもうしょうがないですね。そしたら目的を変えましょう。いやー、もうちょっとこらえてくれるかなと思ったんですけどね。まあ主計筋に当たる。朝倉を浅井がこうもあっさり落とすとはちょっと思わなかったな。まあしょうがないですね。そしたらちょっと松倉城を取って、やっぱり信長の勢力が一番大きいんだよっていうね、ところを工事していきましょう。浅井がこれ以上大きくなるのは正直避けたい、いいところなので、まあ先にね、松倉を取ってしまって、城の数、まあ、城の数がね重要かというと、まあ、そうでもないとは思うんですが、大いに越したことはないというところはありますからね。お、勝家とこれは本願寺勢の戦いか。まあ、一騎手相手とはいえ、侮れないは侮れないね。鉄砲持ってるしね、相手は。いや、鉄砲持ちか。これは強いわ、確かに。溶かされるな。さらに本陣が、後ろに下がってるしね。
おっと、金を、1万5000円払って、安土城構築のイベントですね。で、水軍修行ね。水軍は、行ってもらいましょう。いやでも本当に一条谷は先に欲しかったな。ちょっとそこだけ残念だ。まあ一条谷の代わりに松倉城を取って大和郡山の攻略戦もちょっと本格化させたいところにはなりますけどね。はい、では時間もいい時間になりましたので今回はここまでにして、次回は、どうしようかな。松倉城と大和2つの城を同時に攻略していくっていうことをやっていきたいと思います。では今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況とあと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。